アロサは、ニシンカ、シャットアカ、アロサズクローザの総称。アゾクエポミラバス、エーキャスピアウオッサをそれぞれ別属とすることがあるが、ここではそれらを含めた抗議のアロサ族について述べる。英語から、シャット、フランス語からアローズとも。あまり使われないがニシン魂の和名があり、英語では、リバーヘディングとも言うが、ニシンアカのニシンは別アカ。ルアーのシャットは、 この魚に似せて作られたことで有名である。生魚は北大西洋、メキシコ湾、地中海、国海、カスピ海に生息する。産卵のために川を遡り、淡水に産卵し、産卵後は鮭と違い海に帰る。地魚は淡水で1から2年生活した後川を織り海へ出る。ほとんどの種が公海型だが陸風型も存在する。食用になり、 いくつかの種は経済的に価値が高い。近縁族にインド洋、東南アジア近海に住むテヌアロサ族があり、稀にアロサ族に含めることがある。アロサ族からテヌアロサ族に変更された種も多い。種分類は諸説あるが、以下は一例。ア族 A を認めず、A に含めることがある。通常、テヌアロサ族とされる種は省略。ありがとうございます。